本日第45期の会長を仰せつかりました横浜国立大学の淳也でございます。私振り返りますと蘇生科学会の会員になってですね、現在38年になっております。でその38年の間いろいろ学会のですね、いろんな仕事をさせていただきながら私は蘇生科工学会の下で成長してきたと思っております。まあ、その経験を踏まえまして第45期の1年間の会長を精一杯務めさせていただきたいと思います。今前会長に連絡がありますが、湯川さんから言われまして、昨年から新聞では100年に一度の強豪がですね、来て非常に大変であると。学会もここ数年ですね、いろいろですね、発展的な行事をするにもかかわらず会員がですね、続いておりまして、この不況の1年で、本日ですね会員数30会員ですよと言いますと非常に大きな関連度で200人近い会員でですね、それに一番大きな問題は30会員が40日ですかね、減少しております。で、長期的に見てですね、いわゆる製造業の中での蘇生加工学会がですね、本当にこれでですね、問題になっていた。やはり経済産業省等でですね、仕事をしておりますと、やはり日本は技術立国ということでですね、長期的に言いますと、やっていかざるを得ないと思います。で、そうしますと、製造業のですね、持続的発展をですね、これからもですね、日本もやっていかなければならないという観点から立ちますと、蘇生科学会、長期的にはですね、まあちょっとこれまでとは違った形で、やはり発展できるもんだと、私は確信しております。まあそういったところをですね、やはり先ほど前委員会会長からですね、今期の理事会にですね、託されたことをですね、やはり着実に踏まえながら、やはり急激な変化に対して、我々今期45期の理事会がですね、まだ今日この後理事会でございますので、私が今期の理事会を申し上げるわけですけど、その前にここでですね、第45期ではですね、大きく2つ取り上げたいと思います。で、1つはですね、やはり蘇生加工のプレゼンスに非常に高めていかなければならないということと、人材育成といってもですね、私が見ていて本当に蘇生加工学会を支える人材の育成をしなければならない。やはりこの2点ですね、今期の大きな目標に取り上げたいなと思っています。で、蘇生加工のプレゼンスの向上をですね、どうしてやらなければならない。皆さんもご存知で大学にいるですね、大学人としましては蘇生加工とかですね、蘇生力学講座、特に機械工学科によって講座がなくなってきています。で、またジャビー対応でですね、教育ジャビーの教育の一環から蘇生加工とか蘇生力学の講義が必要でないという認定を受けています。で、そういったような環境の中でですね、蘇生加工ということ若い技術者と本当にですね、本当の言葉として理解されていかないような時代が、従来ですと蘇生加工中に、10年、20年前ですと魅力あるというか、やはり必要なですね、技術であるという認識があったんですけども、そういったものがですね、やはり欠落していくようなですね、ターニングポイントが来ているんじゃないかということで、やはり蘇生加工のプレゼンスですね、やはりちゃんとしはならないんで、もうそれを一つのものですね、基本を方針にあげたいと思います。で、もう一つ、今申し上げましたように、ですね、特に機械系のですね、講座の中で蘇生加工関係の講座が少なくて、特にみんないただいている、ご存知のようなですね、こういう言葉で言うと、ちょっとですね、出会ったりしませんが、旧帝大の工学の機械工学科で
生加工工場はほとんどありません。でそういうような環境の中で、本当に蘇生加工学会を支えていく若い人材をどういうような形でですね、我々見つけて、いかなければならないか。本当にあの現状を見ますと一人の人がですね、いろんな役を動かしてしまってですね、やっていかないと違いない。さらにですね、大学は独創化になってから大変な仕事がどん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 我々のところに行くとですね、そういう環境の中でもやっていかなければならない。ということで新たにやはり蘇生加工学会をさせていただける若い人たちをですね、どういうふうにですね、育成していくということをじっくり1年間考えさせていただきたいと思います。まあ、そういったことで2年後ですね、木内先生お願いしてるんですけど、50周年をやるんですが、やはり100ですね、まあ、そういったことを踏まえながら100周年です、ね、安心してできるような